みんな知ってるでしょ、はい、あのもうこんな感じでね、めっちゃおしゃれで、うん、めっちゃいい感じでやってんねんけど、うん、とても緊張しておりますが、まあ楽しく歌えたらいいかなと。あれ俺やりたい、やりたい。で、その歌う前と、うん、まあちょっと一番歌って、うんうん、で、誰がいっちゃんかっこいいかっていうのを勝負するみたいな。なるほどな。今から撮って、で、キングの家戻ってみんなで見合うっていう編集して。なるほどね。っていう形でやっていきたいと思います。はい、はい、ということで本日もやっていきましょう。レッツゲットスタートはい、ということで本日後日になりましたけど、皆さん編集はいかがでしょうか。完璧です。完璧。いやマジでファーストテイクに出ててもおかしくないよ。もうこれでもかっていうクオリティで僕編集してみました。俺もということで、もう早速見ていきたいと思います。はい、行こう。誰やろ一発目。いきます。うわめっちゃいいやん。おいおい、おいリアル。この曲はまあ、アイプロさんのカバーなんですけど、まあ、この曲で受賞させていただきましてありがとうございます。そうですね、かっこつけてんな。まあ、マリーゴールドを最初聞いた時にビビってきたものがあって、ナイスチョイスだ。何回聞いたか分かんないんですけど、何百回何千回って聞いてたら、なんか体の一部みたいになっちゃってノーって、サノーのあるじゃないですか、まあ、マリーゴールドみたいなところ言ってるか分からんってみたいな感じで、まあなんかまあ多分上手いんですけど、多分初めて見る人もいると思うんで、よろしくお願いします。お、始まれ。おい、お、ポケットちゃんって突っ込んでる。わあ、おい、うわおおっと、おっ、うぅ、少し寂しそうな君にこんな歌を伝えよう。手を叩く合図、雑なサプライ。あれ全然違う、とりあえず違う、これやる。違うよな。あれ違う、曲違う、出てこへんけど。あ、もう一回やり直す。できます？できないです。君はロックなんか聴かない歌と思ったよ。あーそれ、あ、緊張の空回り的だ。ごめん、ほんまにごめん。ファーストテイクやから知らない、うん、みたいな。緊張する前にしな、うん、もうどんどん行きます。どれよ、あれあれ、調子悪い、体調悪い。すいません、ね、失礼しました。二日酔いちゃうおっさんや。すいません、今からトイレってちょっと行けたりします？緊張しすぎやろ、こいつ。あ、ダメですか。やばい、もうです、やばい。こんなテロップないけど。すいません、ちょっと緊張してしまう。すいません。すいません。震えすぎやろ。緊張しすぎやろ。ごめんなさい。はい、大丈夫です。行きます。はい。すぶ、真面目。はい、行けます。行けます。あ、マイク、はい、マイクさん。はい。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。おやじ言ってんだよ。大丈夫かな。だからこの僕も一緒に飲み込んでしまう。あるある、っぽいな。ある夕焼け、お断りだけどもうそうはいかないよな。明日ってうざいこと来るよな。眠ったいよりなんだか笑っちゃう。あーうまい、うちまで帰ろう、一人で帰ろう。めっちゃ順調。昨日のことが幻だと思う。やっぱ書きたいの。君の顔なんて忘れて、逃げそれ君がいなくなった日々も、この、どうしようもないけど、いつも心
めっちゃええやん。そして、さよなら僕まで転んで、エゴになったんだろうな。逃げ。ずっと泣くわないで、何気ない毎日を君に染めてよく。すいません、漏れてしまいました。おい、しょんべん行きたかったんかよ。さあ、ファーストテイクちゃうねん。ちゃう、漏れてるやん、ほんまに。ごめんなさい、出てるやん。エクザ系ってはないやん、でも誰やろ。誰や。おっ、おはようございます。役者顔や、こいつ。キリンです。いらんな、いらんな、いらんな。そんな言うな。僕が今から歌う曲はダサいな。だいぶ知ってる。これはダサいぞ。僕生まれてこの方22年間、 J-POP しか聞いたことないんですよ。J-POP っていうか、音楽に J-POP 以外必要かなって思っちゃうんです。典型エグいな、これ。音楽にもレゲエ、ラップ、K-POP、洋楽といろいろあるんですけども、あれいらないんじゃね。うわ、尖ってんな。なくなったらいいんじゃね。そう、すごく毎日思ってます。 J-POP 好きすぎやん、こいつ。今回の曲はだいぶバラードの 曲であって、バラードで攻めるんか。だいぶしっとりになる。え、月面さんのバラードなんですよ。あー、そっちか。最後まで聴いてくれたら。ちょっと待って待って、嬉しいです。なんや、それでは聴いてください。はい、なに。題名言わない。なんかもう歌詞とか音程とか全部分かりきってるっていうか、なんかファーストテイクってまあなんかストイックな企画やなと思ってるから、めっちゃ上からなんか僕自身もちょっとストイックに光飛んでんの。なんか音程外れたらちょっともう切ってもらっていいんで。え、でっかい。てかもう音程外れないと思うんですけど。作った人じゃん。そんな感じでよろしくお願いします。自分の曲、あ、いくれ。え、ガチ奇跡か。ギター、ピアノ。違う。おいおい、もういいやん。めっちゃいいな。俺思うんだ。さださんやん。みんなが絵を描いてる、音を聞いてる、文字を読んでる、それも全部俺は芸術だと思ってんだ。だけど警察とか社会のリードつながれた大人とか、あいつら何だってんだ。まんま舐めだるまに。ほんまに警察
言ってるやん。ちょっと聞こえた。言ってるやん。Yeah! I will need you. Yeah! Yeah! ほったらで別に。Yeah! Yeah! 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 いや、トシ、アルアペ、イチザロや。イチザロや。Yeah! Yeah! Yeah! バルカイ逃がしています。仕事バックリの高橋、しっかり逃がしてあげる。仕事やる中に、別にはいいことしてねえからよ。悪いことしてんのよ。途中で犯罪してるんだよ。あんまり。最後なんて言った？悪いことしてねえからよ。あるけどバダサイさんの名言な。そうだ。いや、王だった。いや、いいね。お、3度目やちゃんと歌ったんやろ。もうちゃんと歌いました。この曲は、はい、いいね、なぜ先日おじいちゃんが亡くなって、これは昔からずっとこれは他の家庭より多分おじいちゃんと仲いい家庭で、だからこれはそのおじいちゃんが亡くなって最後に言った言葉が、たくまお前は強く生きるんやでって。ちょっと待って、これあかん、これあかん。あー、来るなぁ。その言葉忘れられへんから。すみません、関西弁出ちゃいました。で、なんかそういうのいつの間にかペン取って昔書いてました。え、福下福下出ました。やば、音楽お願いします。もうダサい。壁と喋ってるやん、この人。とんでもない。一番いいなんで怒ってんの。何歌え。なんで来てんの。はどうやって来てんの。俺思うねん。最近 SNS でめっちゃ反発してさ、TikTok とかで音楽いっぱい流れてるやん。みんなその歌をダメや、うん。俺嫌いやねん、ああいうの。なんなん、自分の信念もっと持てよ。あ、なに、なんで怒ってる。文句あんのか、ほんまに。なんで喋れるよ。なんで喋れる。その SNS でしか大好きとかしか言えないような、そんな文句がありました。俺がモットーにしてる男の三原則ってやつがあんねん。よく聞いとけ、みんな。それよく聞け。こびない、群れない、揺るがない。これをちゃんと持ってる俺、マジでかっこいいから。まあ、でもかっこいい歌歌いたいけどな。聞いてください。あ、ちょっと待ってください。ヘッドホンついてました。ダッセーやこういうとこ。ダッサー。でもまあまあ可愛いところ。じゃあ聞いてください。クリルバンドシーのグータッチ。最初を出すときはじゃんけんグー、その後そのままじゃんけんパンチ。これが俺や。ガッサガッサガッサ。ゴリ TikTok で流行ってんの。おベルの新曲や。お前も全チョケや。何がジャンケングーじゃん。ジョージなかなかこうやんな。あれまた同じことや。イエーイ。また殴り立ててますやん。日本の警察どもは近いな。ワンはいつでもお母さんの前で泣いとけ。ファッキュー、マサフォーキュー。変身とかも関係で、いや、そんな感じでダサいって言います。てか、てかなんで、うん、あいつら警察どもは俺らのこと捕まえやがった。お前ら悪いことしてる、知ってんぞこっちは。まあ、体型ジープなんだけど。イエーイ。タン絡んでんねん。イエーイ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 。笑顔咲く君の星。一番いいことしてねえからよ。
おもろい。めっちゃおもろい。歌うか。いや、ちょっとおもろい。殺されるかごめんか。笑顔せくってやるかお前バドタイガーの。あ、そろそろグンちゃん教授。あと何個や。お、もう。ラスト教授。これラストじゃん。あ、これラストやで。ラスト。決めまくってんな。あ、バリかっこいい。あ、あ、チェックワンツ、チェックワンツ。あ、うん。こういうとこ映したりな。この曲は。うん、そうですね、僕の小さい頃の思い出が全てこもった中で、僕が大切にしていた人がやっぱこいつ真面目や、ずっと言っていた言葉です。それが僕の頭にすごく残っていたので、この歌を書きました。それでは聴いてください。トイレットペーパー。こっちとこっち。あ、でもあるやん、もうこれや。シングルだとかダブルだとか、それは何か見せつけて。だからシングルかダブル、トイレットペーパーのシングルとダブルについて議論する。出来上がり次第で肛門切れたりするやん。で、あのイボジやったら爆発するやん。何の話だよ。何のこと言ってん。いやでも両サイドお前だもん。何のこと言ってんの。俺だけやで結構真面目やった。ファーストテイク大好きです。いつかオファー待ってます。オファーください。お願いします。キングジョージということで、はい、今回ですね、この皆さん、はい、ファーストテイク見てもらったと思うんですけども、うん、まあ、TikTok からね来た人も全員含めて、あのコメント欄にね、これが面白かったとか、まあ、こういうのもやってほしいみたいなのがあったら、あのどしどしやりますんで、あの切り抜きとか簡単だと思いますんで、皆さん切り抜いてめっちゃ上げてください。やってほしい。ほんまにお願いします。ということで、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。あとメンバーの公式、メンバーのインスタグラムとか公式のインスタグラム概要欄に貼ってますので、そちらからよろしくお願いします。これテンプレじゃなくてこれガチで言ってるんで、はい。